はい、ちょっとご質問を受けたのでですね、左手のトラディショナルグリップのですね、ジョジョメイヤーとかがやってるこういう、回旋ですね、前腕の回旋の動きでやる連打、これについてちょっとこう、解説してみたいと思います。まあ、これ結構難しい感じなので、ただ手をこういうふうに動かすだけでなんかこういうふうになんかうまくできないと思うんですね。こういうふうになんか塗るような動きとかいうのもちょっと例えばスティーブ・スミスかなやってたりするんですけど、ちょっとこれとは違いますね。違いはこういうふうに前腕自体が回転する動きって、俺も肘が稼働してませんよね。でもこれはどっちかっていうとここの部分ですね、手首付け根、ここ、豆のような骨という書いて頭上骨かなのあたりがある位置でこの辺なんですけども、まあ、足でいうとこの外くるぶしかな、ここ部分を固定してこうやる動きですね。まあ、よくあるなんですかね、こういう尺骨といって、小指側の下の こっちですね、腕のこういう回旋運動の軸になる骨、これを使うっていう説明もあるんですけども、これだと肘が稼働しにくいですから、本当に腕がこう、まあ、前腕だけが回転する動きってここ自体がダメに置いててもこうやってずれて動いてますね。ですからこの部分のピンポイントですね、ここだけ軸にすると肘がほら稼働しますね。この動きでやってるわけです。これで、ね、いわばあのベースのスラップみたいな動き、ね、もうこうできます。こういう動きじゃないんですね。こういう動きを使わないということではなくて、動きの種類が違うということです。こういう動きですね、だからダイナミックになりますね。でこういう感じ、ここの部分を、置いてやると分かりやすいと思うんですけど、浮かしてやるとこういう感じですね。でこれにこういうふうに使ってます。まあこうやって普通は通常チップ側ですねやりますけど、これだとあの重みを感じにくいので、ここに、重みをちょっと感じた方が多分やりやすいと最初感じると思いますから、こうやって逆の風にあの逆持ちをしてみたりとかして、でここの親指の付け根ももちろん大事ですが、ここの部分ですねに乗っけてやります。この場合は僕は大体こう第一関節より先で持つことが多いですけど、この、叩き方の時は第二関節と第一関節の間ぐらいでやってると思います。でちょっとこんな感じですね。ただしこれがなかなかうまくできてない方っていうのは、例えばあの歩行動作でいうと、よく日本人ってこう肩から腕がですね、肩甲骨とこ うまくつながれてない人が多いんですね。ですからこう歩いてるときにこうどうしてもこんな感じになってることが多いです。ところが結構黒人の方に多いんですけども、まあ、白人の方でも多いんですけど、アメリカの方で多いのはこの位置ではなくて肩甲骨がうまくつながってる位置ですね。要はこういう形です。ちょっと選ぶってるわけじゃないんですけども、日本人がやっちゃうとこう無理にこの向きに手をしてるから、なんか偉くしてやってるように見えちゃうんですけど、これが自然なんですよね。僕もこの状態がかなり普通になってきたんですけども、この状態でやるとこういう感じになって、肩甲骨が、うまく、腕とつながって重みが乗ってますし、このポジションが基本なわけです。ところが、腕が抜けちゃってるとこのポジション、手がよくレギュラーグリップで下手な人いますね、こんなような立て方、あれになりやすいんですよね。でこのままこうやったってこ うまくいかないわけです。ですからうまくこう肩甲骨つなげてですね、ゴリラじゃないですけどこんな感じやってもらって、こっちが基本になってる。でそこからこういうふうに返すっていう動きで考えていくと、こういうふうにやりやすいんじゃないかと思います。